ルーラレイラとマンジホシガッキーのうまいことなってるから大丈夫。はい、ということで14回目ですね。はい、はい、途中から日本語になりましたよね。途中から最初の頃は2とか3とか言ってたら14になりました。まあ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 、はい、14ですね。だからね、はい、14、はい、言いにくいなとかいう感じでもない。はい、はい、まあ、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。ということで、はい、今日は、ね、前回ですね、はい、ガッキーさん あのバンコク宗教会議に参加された時のお話をしていただいたんですけれども、うん、はい、初の、あ、ごめんなさい、1893年発祥のイベント、うん、そんな長い間続いているイベントの初のオンラインイベントだったということで、うん、はい、どんな内容だったかお伺いするのが今回です。そうですね、はい、はい、どうぞお話をお願いします。今回やっぱりあれですね、このインターネットとかね、こうオンラインなので、なんかいつもの会議とはまた違いますよね。やっぱり違いますよね、うん、やっぱ以前だったらやっぱり日にちも長いですよ。だから今回は短いですけど、はい、普通は1週間ぐらいあって、はい、その中でこういろんな会議があって、うんうん、いろんな人に会うわけですよね、うん、でもうなんか懐かしい、まあ、昔会った人にまた会ったり、うん、でもなんか日本から来てる人とか全然知らないですけど、あ、日本人だって、それこそこの間の日本人だっていう感じで、うんうん、ね、なんか会ったり、そうそうそう、大阪人の発想でよく、うん、なんか、ね、おっとった日本人や、あ、これ日本人いるっていう感じ、うん、まあまあ、っていうか、あ、日本人ですかって言うたら、それでは会話が始まるところもあるじゃないですか。うん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 、でそういうところで、こう、またなんか広がりが出てきたり、でたまたま横に座った人がね、あ、デスモン・トゥートゥの奥さんだったっていうのがなんかあったりして、なんかそういうのが、誰の奥さんですか？え、前ですよ、これ。デスモン・トゥートゥ？うん、まあ、知ってます？トゥートゥさんって。あ、知らないかな。まあ、これはキリスト教の人で、あの、特に南アフリカのアパタイの時 の、 あの宗教者のリーダーでやってられた人です。あ、うん、あ、そうなんですか。キリスト教、はい、トゥトゥ、トゥトゥさん。うん、だから、まあ、その人の奥さんがたまたま横にいたりするようなことがあったり、たまたまですね、本当に。だから、そう、うんうん、だって別に、まあ、ステージにいるわけじゃないから、どこでもいいっていうところに座ってる時があったりするじゃないですか。うんうんうん、だから、まあ、誰に会うか分からないっていうのと、うん、時々ね、そこで行って、あ、ちょっと今回、なんかね、お祈りとかしてほしいんで来てくれるとかいう感じで、そこでまた入ってもらったりできるんじゃないですか。今回はもう、で最初からオンラインなので入る人数とかも全部決まってしとかなダメでしょ。だからなかなかね、その場で何かをするっていうのはなかなかやっぱり難しいですよね。あ、その出会い的な感じがなかなかない、うん、逆にその時に、うん、ね、さっきもちょっとあれですけど、ちょっとこう、ね、出会った後で食事とかご飯でも一緒に食べようとかね、よく、うん、あ、そういえばいつもスイクの人なんかが、うん、あの、いつも食事、毎回の食事とかを出してくれたりするんです、うん、お昼とかね、うん、お昼、うんうん、シェークの人素晴らしいですよ、うん、シェークの方の振る舞われるお料理は素晴らしいですよね、うん、ベジタリアンだし健康的なあれですよね、うんうんうん、美味しいしね、うん、そう、美味しいので、そのシェークの人の話は突っ込まない方がいいですか？いや、別にどちらでも、シーク教なんか言いたかったら言っといてもらってもいいですよ。はい、でもいいですか？はい、ちょっとだけ。言ってもいいですか？ちょっとだけ、ちょっとだけ。はい、じゃあちょっと入れますよ。はい。シーク教の方の食べ物といえばですね、ちょっと待って、うん、ちらっとニューヨーク聞き話入っちゃいますけど、今回寄れなかったんですけど、はい、あの、お気に入りのプンジャビという、うん、あの、シークの方のやってるお店があって、24時間オープン。そして、うん、あの、すごく安く美味しく、あの、インド料理を振る舞ってくださるお店があるんですけど、まあ、もともとシーク教のお寺っていうのはね、24時間開いて、うん、いつでもお料理を振る舞ってくれるんじゃないですか。うん、
フリーだよね。うん、フリーです。そう。はい、そういう流れなんだろうなと思って、もう素晴らしいなと思って、私はいつもありがたく、まあもちろんそこはあのお金払って買うんですけど。ああ、もちろん、そうそうそう。そう、もうお寺はね、ただですけど、はい、だからそう、私が行くとこ、プンザビはお金払うんですけど、はい、もうありがたいなと思って。うん、だから本当、今よく、あ、よくそれで思い出しましたけど、この間 9.11 の話してたじゃないですか。うん、だから最初10年ぐらい灯籠流しをやったんですよね。だからその2002年から2010年まで、その時にスイクの人がいつもこう食事を持ってきてくれてたんで、うん、だからその時も、うん、そのスイクのあれ、あのそれで一つ、うん、あの何だろう、参加してもらったっていう感じ。うん、はい、本当にああいうね、なんか食べて、体にいいものをいっぱいハーブ使って、いっぱい野菜使って、体にいいものを食べて、まあ、あの健康な体には健康なあの心が宿るという、まあ、魂もですけどね、そうそうですね、魂の入れ物だから、うん、まあ、心は健康な心が宿るわけですから、やっぱりああいう健康的で美味しい食べ物、うん、大切ですね、うん、大切だと思いますよ、うん、だからまあね、まあ、元来ちょっと後で聖徳太子の話をしようと思ってるんですけど、実はあの今回ね、内容を、まあ、どういうことを発表されたのかっていうことだったので、セッションを2つしたんですよね。一つが、はいはい、まあ、卍について。卍については5回目ぐらいだったかな。まあ、この番組でちょっと話をしてるので、はい、あんまり詳しくは言わないとこうかなとか思ったんですけど、でも、あの、そのもう一つしたのが、聖徳太子が、の、ちょうど1400年の恩期だったんですね、今年が。だから、ちょうどそれの、まあ、まあ、なんかセッションを一つしたんですよ。まあ、なぜかっていうと、あんまり聖徳太子って世界には知られてないですね。日本人は大体誰でも聖徳太子って言ったら、まあ知ってるっていう感じがあるんですけど、世界の人はほぼ誰も知らないっていう部分があるので、ただなんでそんだけ聖徳太子がこうね、大切なのかっていう、まあ、ある意味でその聖徳太子の教え自体は結構今も通用するようなことがたくさんあるわけですよ。うん、だからそういうところを話そうと思って聖徳太子にしたんですけど、ただその一つね、さっきのスイクの話で、もともと聖徳太子お寺、あと当時のお寺っていう、あ、いわゆる聖徳太子が建てたお寺って言えば、まあ、法隆寺とか、ね、うんうん、四天王寺、大阪のね、そういうのがまあ有名なところありますけど、それからずっとお寺が建っていく中で、必ずお寺にはやっぱり食堂、食堂って言いますけど、食堂ですね、うん、がいわゆる、だからそこでやっぱり、食べ物とかをこう出したわけですね。食べれない人、うん、その、ね、どうしても自分の暮らしが苦しい人とか、うん、そういう人がもう来れてお寺で何か食べる、うん、まあ、うん、あの製薬院っていうのもありましたからね。だから薬もそうですね、うん、薬なんかもそこで行けば、うん、まあ、お医者さんっていうのはそこにいる。だからお坊さんっていうのはお医者さんもやってたんですよ、本当はね、昔、うんうんうん、でそれで、ね、読み書きを教えたり、いわゆる、うん、寺小屋です。寺小屋ね、うんうんうん、だそういうものがやっぱりお寺の元々のファンクションの中にあったわけですけど、それが、まあ、うんうん、まあ、近代になったらどん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 ね、こう分かれてしまって、うん、なんかこう精神的っていうかね、その心のっていうだけになってしまってますけど、本来そういうのは全部含まれてますよね、うんうんうん、だって体も心も別になってるわけじゃないですからね、うんうん、一つですからね、そうですね、うんうん、そういう考え方と、今のほら西洋社会っていうか、ね、現代の社会の 見方っていうのはどちらかというとこう、あの西洋的な感じなので、だから全部分けるじゃないですか、うん、全部細々にして、心は心、体は体、うんうん、だから脳みそは脳みそ、なんかこう全部こう分けてやる、うんうんうん、だからトータルにこう見るっていう形じゃない、ね、うん、ホリスティック、そうそう、ホリスティック、だからもともと仏教とかはやっぱり縁起を説くっていうので、今酔って怒ってるっていうことを、まあ、言ったかな、うん、まあ、そういうのでできてるので、一つは必ず他のものに影響していくわけなんで、だから一つだけ直してもそれが何か別のものが出てきたり、でそういう考え方があるからね、なんかこうホリスティックにやるわけですね。だからまあ聖徳太子の時なんかのお寺なんかはそういった意味では本来って言ったら元来そういうもんだったっていう形にがよくわかるんじゃないかっていうことです、うん、宇宙の調和です、はい、まあ、うまいことなってる、まあ、宇宙の調和です、調和を考えてますよね。バランスを考えてるし、体の中だって例えば栄養素とかの話をしたって、うんうんうん、例えばビタミン C だけ取ればいいとかいう問題じゃなくて、やっぱり元にプロテインがあってとか、で、ねうんうん、でこっちの絡みがあって、こっちの絡みがあって、ビタミン B を取るとどの子なんてなって、うん、こう、
ワークするんであって、例えばなんか1個取れば痩せるとか、そんなのはノーノーノーって感じですよね。ちそうですね。ちち。だから、塩が悪いって言ったら全部塩をやめたら、それはまた体に悪いですね。だから極端っていうかね、だからこれ、イエスかノーじゃないですか。イエスでもあ違うるとし、思いまノーすでもないっね。ていうところがあるでしょ。こういう場合はイエスだけど、こういう場合はノーになるっていう感じですね。だから常にそうでそんすな、よね。だからまあ、でも状況、お寺のそのね、そういうご飯を、あれして、教育もして、っていう、そういう、こう、全体的なケアっていうのは、本当に大切だったと思いますよね。今も続いてたらいいのにって、うちの母は今でも寺子屋の復活を望むって言ってますけど、まあそうですね。そういう意味の寺小屋っていうのはすごいと思いますね。だからいろんなトータルに、この体っていうのも、ね、心も、体もですね、それこそ。そういうのを全部一緒にやっていくっていうのが本来のあり方だし、そういうのができた方がいいんだと思いますね。お寺に行ったら、誰か亡くなった人のお参りとかだけっていう感じじゃなくて、そそっこか。でいろいろな、子供、だからそれこそね、幼稚園とかも昔からやったわけでしそうょ？そうそうそうなんです、そうだっだてと思う。読み書きが日本人あんだけできてるのは、みんなお寺行って読み書きしてたからですよね。普通の他の国なんてあれでしょ？歴史の中であんだけ勉強とか字が読める人とかいないですよね。いなかったりするでしょ？ほとんど昔ね。昔。でも日本はほぼずっとですよ。ずっと読めじゃたりするガッ人キー多かったさんですね。は、そういうお話を今回の、セッションでされそこでた。はしなかったんですけど、聖徳そう太か子と。で話をしたの今は、回のセッ実シはョンで、またちょっ今と回飛の、んでちゃいましたね。じゃあ、次回に、じゃあその話はまた置いといて、今回は、聖徳太子ということでは共通してるところあるんですけど、今の話はね。ただ、今回その話をしたわけじゃなくて、聖徳太子の17条憲法の話をしたんですよね。難しい話をされたわけですどちらね。かというと、なぜかっていうと、聖徳太子の時にいろんな日本の基礎的なことができている。お寺も含めたらそういうことになると思うんですけどね。だから、いろんな、なんでしょうね。まず憲法。日本の国っていうのを一つまとめていくわけですけど、その時の憲法を作るのは、それが17条憲法になるじゃないですか。ただ、もちろんその役所、特に、会社員というか、そこのガバメントに勤めてる人のためのあれですけど、それでも基本的に憲法っていうのが、一つの、大和といわゆる、大きな平和っていうところはそこから来てますよね。だから、大和魂とか言いますけど、じゃあ、大和魂って何なのって思った時に、大きな和でしょ？だから、大きな和って説いてるのは、まさに聖徳太子の、17条憲法とかに出てくる感じですね。もちろん、聖徳太子がいるとかいないかっていうのはやってますけど、もちろん、聖徳太子って、聖徳っていう名前は後でできたね、褒め言葉というか、こういう、だいたい昔は、だいたい、馬宿ですよね。でも、だいたいね、直接名前呼ばないんですよ、だから、普通は。だから、それをわざわざそのまま直接呼ぶっていうことは、本当は良くないことですよね。昔から言えば。だって尊敬してるから、その人の名前を直接は呼ばずに、他の言い方でするっていうのがマナーじゃないですか。だから今はもう全部名前がないとって、その名前で呼んでますけど、あれは失礼な感じしますけどね。だから昔一番、そういった意味で聖徳っていうのはみんなでも聖徳公で呼んでるわけですけど、それは敬いの気持ちで呼んでるわけですよね、みんな。だからその人が存在したか存在しなかった、そんな名前あるわけないっていうか、逆あ、になるほど、あっそういうてこもそとんなこね。とを言わ、その名前で呼ばないのが普通じゃないですか。だから昔はね、だから自分とこの、例えば今はあんまり言わないですけど、親鸞、浄土真宗では親鸞っていう人が開祖ですけど、だからいつも、名前で直接呼んでなかったんですよ、前。だから、宗祖とか、なんですかね、そういう形で違う、誰かわからないですよ。名前というよりは、宗祖って呼んだだり、から先生親っ鸞ってていう、いう感じですよね、要はね。そういうことです。だから、聖簡徳っ単ていな、うのも、今風に言えば。でも、この聖徳っていう字も、実はもう一つ話をしたのが卍なんですけども、それとつながってる言葉ではあるんですね。もともと聖徳の聖っていうのは、聖でしょ。聖っていうことは、ノーブルなっていうか、なんていうかな。聖ってそういうのを言ったときにちょっと感情出してみましょうか。これね、聖徳太子の最初の聖。
これが聖っていう字でしょ。はいはい。で、聖徳太子の聖っていう字ね。これは、はい、だから、アーリアっていう、サンスクリットの言葉で言えば、だから聖なるものっていうことで、うんうんうん、だから、そして聖なるもののシンボルが万字だったんですよ。で、万字はこれね、この万字。うん。うん、で、万字奉仕。はい。だから、徳っていうのは、いろんな徳がある。そうそうそう、万字奉仕でもありますけど、ね、うん、いろんな徳が詰まってるっていうことですよね。うん、基本的には、この、慈愛とか知恵とか、そういうものを、この間、本当は L で4つ言いましたけど、あれ全部、悟りの、うん、まあ、一つのクオリティみたいなものですね。光、命、うん、命で、ライフの L と、そして、ライトの L、うん、だから光ですね、うん。知恵ですね。光ってのは知恵ですね。うん、そしてラブの方ですね。だから慈愛です、ね、ライフ。それからラッキーの L ですね。ラッキー。だから4つ目の L っていうのは、まあ、いろんな、こう、苦毒を持ってくるっていうことでしょ。うん、だから徳がそこに出てくる。うん、じゃあすいません、ルーラレーラには5個あるんです。そうですね。ちょっとあげますよ。1つ取っちゃいましょうか、というかね。それとも、これ、うん。ルーラレーラには5個ありまして。ルーラレーラってこれ、ひらがなで書いてるから、これには分かる、ね。そう、だから今出しましたよ。スペルを。あ、本当だ。はい、ここに5個 L があります。私はもう1個、ラフがあります。ラフというやつですね。ライ。そう、笑い。ラブ、ライト、うん、何でしたっけ？ライフ、うん、ラック、はい、and ラフ。はい、100点満点でした。そんな感じですね。でも、はい、まあ、いや、確かに、結構は、いや、私も L はよくね、勤めたいなと思うところあるんですけど、なぜかというと、これ、アメリカ人とかに質問したことは何回かあるんですよ。これ、L が4つだけど、この夜4つの L って何か分かるって言ったときに、うん、だいたいラフと、ラフ、笑うっていうのが出てきますよね。ラックの代わりに、ね、うんうん。何の代わりに？最後のラックっていう、だグッドラックのラックがちょっとあれですけど、うん、その代わりというか、うん、いや、ラフターの方がいいんじゃない？笑う方の、やっぱり L になる場合、結構多いですね。うんうん、はい。名前の紹介をいただきまして、ありがとうございます。紹介させていただきました。そういう難しいですね、そのスペルね、大事ね。うん。うん、はい。そういうことで、まあ、だからね、この聖徳太子の、まあ、一番最初に出てくるのが、和をもって尊しとなすでしょ？みんながよく知ってる言葉ですけど、うん、でも、その、和っていうのは、まあ、平和ですよね、さっきのね、平和のこと。うん、そして、和をも、その平和を。平和であるし、ハーモニーですよね。うん、調和。調和の和とね。だから、平和の、うん、調和の和の方ですね。平和の和であったり、調和であったり。だから、うん、平和っていうことは平等に見れるっていうことですね。平たいっていう。まあ平等なんで、だから命が一つずつをこう大切に見ていけるような知恵とかそういうのになってくるし、そして、まあ調和だったらね、こう、まあハーモニーですね。ハーモニー的な感じで。で、そのために何をするかっていうと、基本的に、争いをしない、いわゆる争いをしないっていうのが次に出てきますよね。まあ、和をもって尊しとなして、そして、逆らうことなきを持って胸とするかな。だから逆らわないっていうのは争わないっていうんですね。だから心にこう、釜を持つ、釜というかこう、ね、武器ですね。だから心に武器を持たないっていうことは敵を作らないっていうことですよね。だから敵を作るとやっぱりね、敵とか、まあ、怒りとか、うん、そういったものを作らないっていう、それをないのが、うん、っていうことはいわゆる非暴力ですね。暴力とか、うん、暴力とかそういうものを否定していると。だから、うん、まあ、それはなんか、暴力とかだけではなく、うん、力による、武力による、うん。だから、平和でも、武力による平和っていうのがやっぱりあるんですよ。今や、アメリカなんかやってるのは武力による平和でしょ。鉄砲をたくさん持って、それで平和にしていく。なるほど、なるほど。あ、だから、原爆でもどん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 作っていったり、ね、強くしていったりする。力によって平和を作ろうっていうわけです。でも、聖徳太子の場合は、それを捨てて平和にしなさいって言ってるんですよね。だから、心を平らにってことですね。心を平らにだし、心の中に武器を持たない。だから、相手をね、なんか、貶めようとか、こう、
あ、そね、れは殺本そう当、とか、それがそうです形になね。ると、やっぱりね、そういういろんな武器になってくるわけだから、敵国、だから敵国とか言うじゃないですか。敵ってみなすっていうことは、味方じゃないっていうことだしね、そのね、何かこう。まあ、多分国とかってなる以前に人同士っていうこともあるかもしれないですよね。それもありますね。うん、そうそう。だからこれ、これ自体は。人同士で争わなければ、国同士も争わない。うん、で、そういうことですね。で、それで、その次に出てくるのがやっぱり対話。だからいろんな人の話をしながら、話をすることによって、その、何でも解決できるっていうわけですよね。だから、ね、話をして、話し合いながら、ちゃんとそれを進めていくっていうのを進めてる。だから、もう、なんていうか、それ自体が、ね、今言ってる、その平和を作る、この、なんていうの、パラメント自体、やってる、ね、ことと一緒ですよね。平和を作っていく。よく思わないですか、日本に住んでたらすごく安全な感じしますよね。で、こちらに住んでると、なんか銃声が聞こえてる。今も、最近もよく、すごいたくさんの人が、ね、その銃で亡くなってますよね。アメリカ銃で。でも、あの銃っていうのは自分を守るためにある銃のはずなのに、それで人が殺されていくっていう感じになる。だから、まあ、武器を持ってると、ね、武器で収めようとすると、武器でまた滅んでいくっていうことですよね。だから力に任せると、もっと力の強い人が出てくると、恐れ負けるようにできてるので、余計に一生懸命自分の力をつけようとするっていうことでね。だからそれがもともとなくそうとするんだったら、全部なくなればね、それで次は対話とか、その人々をみんな同じ命を持ってるとか、そういう部分に行くわけですよね。だその辺の話を今回したいと思って言ったのが聖徳太子の話でした。じゃあ今日はこういうことで一つの報告を、はい、させていただいて、はいはい、じゃあまた最後の何合言葉、合言葉ね、はい。はい。じゃあそれを言って締めましょう。はい。いいですか、はい、はい。じゃあせーの。うまいことになってるから、大丈夫。